んよりデザインいただいております長崎県出身のデザイナー岡本一生様にご依頼し、来シーズンへの思いを込めてデザインしていただきました。本日は4名の選手が新ユニフォームを着て登場いただきますが、ただいまスタンバイしております。はい、先日ねユニフォーム発表されましたけれども、ね、そうなんですよね、ニュースでね放送発表があったかと思うんですけれども、はい、ぜひ着て出てください、はい。ちなみに今シーズンはね、こちらステンドグラスの、はいはい、あの大浦天主堂のステンドグラスをモデルとして登場したし、平和記念日本もね、岡本さんの、ね、デザインで、はいはい、ピンクで可愛らしいものもありましたけれども、それでは準備が整ったようです、はい、まずはですね、ファーストユニフォームを着用した選手から入場です。着用している選手は秋野選手と徳重選手です。お願いいたします。ありがとうございます。登場いただきました。2020シーズンのファーストユニフォームのコンセプトなんですけれども、18世紀末頃にオランダから伝わったとされる旗揚げ、その旗の模様をモチーフにデザインされました。ヴィファーレン長崎が縦横無尽に地を張って空をかける旗となり、さらなる強いチームになってほしい願いが込められています。胸のスポンサーには去年同様ジャパネット、鎖骨には地元で長く応援していただいているメモリード様、ヴィファーレン長崎のグッズなどでもおなじみの老舗繊維メーカーのモリリン様です。そして選手のお二人は左肩を正面に向けてください。肩には平和を象徴する鳩と海に囲まれた長崎の波がデザインされています。肩のスポンサーにはジャパネットグループが地域創生を掲げて立ち上げたリージョナルクリエーション長崎です。そして選手のお二人は後ろを向いてください。背中上のスポンサーにはイタリアのクルーズ会社 MSC クルーズ様、イギリスのチェルシー、フランスのパリ・サンジェルマン、イタリアのナポリなど名門チームのスポンサーをされている中、来年アジアで初めてヴィファーレン長崎のスポンサーをしていただくことになりました、はい、以上がね、日本のスポンサーです。力強い応援ですね。そして背中の下にはユニセフ、ジャパネットグループは引き続き2020シーズンも公益財団法人日本ユニセフ協会を通じて世界の子どもたちへの教育支援と平和の思いを伝える活動を行っていきます。それでは選手のお二人は正面を向いてください。色はクラブカラーで、フィールドプレイヤーがブルー、ゴールキーパーがオレンジということになります。かっこいいですね、改めて見てね、来シーズンもこれで戦うのを、ね、見るのが楽しみですよ。はい、さあでは続きまして、はい、セカンドユニフォームを着用した選手の登場となります。着用している選手は鹿山選手と富澤選手です。セカンドユニフォームは長崎の県下運転秩序をモチーフとし、強さだけでなくフェアプレー精神や優しさがデザインに込められており、クラブスローガン正々堂々につながります。色はフィールドプレイヤーがホワイト、ゴールキーパーがブラックです。ぜひ皆様、2020シーズンユニフォームを身にまとった選手にご注目いただき、大きな拍手もお送りください。さあではそれでは少しだけ選手に感想を聞いていきたいと思いますけれども、そうですね、ええ、秋野選手、このファーストユニフォーム着てみていかがでしょうか。非常に軽くて着心地もいいですし、このユニフォームを着て来年開幕からいいスタート切れるように、そして J1 に昇格できるように、このユニフォームと共に頑張りたいと思います。ありがとうございます。さあそして富澤選手、来年のこのセカンドユニフォーム着てどんなプレーをサポーターに見せたいありますか。そうですね、長崎からやっぱり平和を伝えていく立場にあると思うので、多くの勝利を、このユニフォームを着て届けたいと思いますし、サポーターの方にもたくさん来てもらえるように、
ただきたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、そしてそのセカンドユニフォームは結構花柄って珍しいのかなと思ったんですけれども、はい、控山選手どうですか、花柄のデザインのユニフォームというのは。花柄、はい、あんまり見ないですよね。そうですね、結構女の子とかも多く着てくれるんじゃないですか。まあ、みんな女性の方もたくさん来てもらって共に戦ってください。お願いします。ありがとうございます。今年もね、伝統の柄揃っていますけれども、徳重選手、この旗というのはね、長崎出身の徳重選手にとってどんな存在というかものなんですか。長崎旗ですね。まあ、長崎の伝統のものですからね。そうですね、それを身をまとうというのは力かなと思って。そうですね、そうですよね、と思います。はい、とても着心地がいいようです。はい、よかったです。はい、選手の皆さんありがとうございました。改めて